裏参道から見た本殿や香水神社は大阪市城東区にある神社。旧社家具は尊社。登記上の宗教法人名称は水神社。天文2年10月、細川晴元の家臣、三好正長がこの地に江波城を築城した。その際、この地はたびたび水害が発生していたために、それを避けようとし、城内に水神である水波女大神を祀ったのが当社の起こりである。また、現代に至るまで社殿がある場所は当初から変わっていない。天正11年6月には大阪城を築城した羽柴秀吉が水火女難の守護神として当社を厚く崇敬して社殿を修築している。元禄16年9月、洪水が発生し、辺り一面が水海となったが当社は被害を免れた。今日は2年6月にはよりすさまじい今日は2年の淀川洪水が発生したが、この際にも当社は被害を免れている。1872年に尊社に列せられ、1883年には新たに本殿が新築された。しかし、1885年6月、7月に起きた明治18年の淀川洪水によって、ついに当社は水害の被害を受けてしまい、本殿が倒壊した。1888年に本殿が再建され、1922年には幣殿を増築している。1945年6月7日の第3回大阪大空襲の際には、隣町の宮古島区内大町が被害を受けた。一方で、当社を含めた野営一帯は幸いにも被害を免れている。大阪は水の都と言われているが、水神を祀っている神社はあまりない。鳥居の横には、明治18年の淀川洪水の際に流されて、当地に漂着したという水流地蔵尊と白杉大明神が祀られている。ありがとうございます。